チャドスミスはアメリカ合衆国のドラマー。ロックバンド、レッド、ホットチリペッパーズのメンバーとして知られる。ローリングストーン氏の選ぶ歴史上最も偉大な100人のドラマーにおいて87位。フルゲームはチャドウィック・ゲイ・ロードスミス。ミネソタ州セントポール出身。レッドホットチリペッパーズ加入以前はデトロイトのトビー・レッドというバンドでプレイしていた。1989年。 ジャック・アイアンズの脱退に伴うオーディションに受かり、4代目のドラマーとして、レッドホット・チリペッパーズに加入。その直後に、レコーディングされた、マザーズ・ミルクから、最新作の、ザ・ゲッタウェイまで、すべてのアルバムでプレイしている。チリペッパーズが、ウッドストック1994でライブを行った、イの電球パフォーマンスの発案者は、チャドであり、これがきっかけで、 バンドのノリに打ち解けていったという。世界各国でドラムクリニックを行っているほか、サイドプロジェクトのチキンフットでも活動している。メンバーは、元、バン、ヘイレンのサミー・ヘイガーとマイケル・アンソニー、そしてジョー・サトリアーニというスーパーグループである。他にも、グレン・ヒューズや、ジョン・フルシアンテ、ビーズといったミュージシャンのレコーディングへ参加するなど、活動は多岐にわたる。 身長191センチメートルという巨漢からなるパワフルな打撃ながらもグルービーかつ安定感のあるドラミングは数多くのドラマーに影響を与えている。デトロイト育ちということもあり、モータウンに影響を受けた。ドラムを始めた頃は、モータウンをはじめ、レッドチェッペリン、ブラックサバス、ジミヘンドリックス・エクスペリエンス、ドアーズ、 スライザ・ファミリー・ストーンなどのレコードに合わせて練習を積んだ。特にジョン・ボーナムとミッチ・ミッチェルからは大きな影響を受けたと語っている。5児の父である。最初の妻とは1997年に離婚しているが2004年に建築家の女性と再婚した。2011年現在の妻との間には二人の息子がいる。ゴルフとバイクが趣味であり愛車は ハーレー・ダビッドソン。また、ロサンゼルス・レイカーズの熱狂的なファンである。主に、DW のドラムセット及び、ハードウェアと整備案のシンバル、レモのドラムヘッドを使用。1タムにフロアのシンプルなセットを用いることが多い。スネアドラムには特にこだわりがあり、ブラッド・シュガー・セックス・マジックのレコーディングの際には、ラディックのパイオニアというモデルのヴィンテージスネアドラムを使用している。 シグネチャーモデルとして、パールより、スネアドラム、セイビアンより、シンバル、ファーターより、ドラムスティックが市販されている。2016年アメリカ合衆国大統領選挙では、レッドホットチリペッパーズとして、民主党のバーニー・サンダースを支持した。チャド・スミスは、インタビューで次のように語っている。現在、我々の政治制度で起こっていることは恥じるべきことだよ。特にドナルド・トランプに関してね。 彼はアメリカ共和党を代表するものとしては危ない男だよね。基本的にアメリカは二大政党制で比較的リベラルで俺やバンドも支持する民主党と保守的な共和党で成り立っているわけだけど共和党の候補であるドナルド・トランプは決して共和党を体現しているわけじゃないんだよ。アメリカの教養のない白人たちはワシントンの政治に飽き飽きしていて その教養のない考えの中で同じような政治家が続くくらいだったら変化の方がまだマシだと思ってしまってるんだよね。俺はヒラリー・クリントンが最高だと言ってるわけじゃない。あの二人はこれまでの大統領選挙に立候補した中でも最も嫌われている二人だからね。ありがとうございます。